はい、さっきのところから割とすぐですが、ここは小糸井橋というみたいですね。そして、札幌から 74.5 キロ、まあそんなもんか。はい、まあ近くはないけど、でも北海道の感覚でいうとやっぱ割と近いんですかね。はい、でもこれちょっと夜なんで見えないですけどもね、もうすぐそこが海っぽいですね。はい、で、ちょうど青になったんで渡りましょう。渡るというか次こちらですね、この道を行きます。はい、こちら室蘭本線を今渡ってきましたが、まあこの辺は普通に郊外の住宅地ですかね。はい、まあ、ゲーセン巡りとしてはまあありふれた景色、さっきのね、まああまり言わなかったですけども、その夜の幹線道路歩きとかいうのも結構好きなんだよな。まあ本当に私がただね、好きなだけですけども、でもその普通のね、あの街歩きだと夜はあんまり活動しないのでね、まあ、このゲーセン巡り、だからこそ味わえる雰囲気みたいなね、そういうのがなんとなくいいんだよな。なんとなくこの辺はあんまりこう北海道っぽさがないような感じもありますかね。珍相談というか、まあ一人だけど。なんかこう札幌辺りに比べても、なんか、まあ雪も少ないんですかね、この辺はね。わからないけども、でも札幌は、まあ北海道の中でも結構降るとこだからな。それに比べれば大したことがないのか。はい。そう、なんかこう北海道特有のという感じが、あまりしないような気がする。で、すぐそこの交差点はちょっと太い道で、そこ左ですかね。12分ぐらい歩いてますね。はい、ということでここは裏から行けるパターンかな。まあそこのね、大きい交差点の手前ですけども、いや行けないかもしれない。はい、まあそこにね、本伝えという看板がありまして、まあこれがそのお店ですな。まああと、電車まで1時間20分ぐらいで、多分30分ぐらいで着くので、まあ多少遠回りするにしても30分前後は時間を潰したいですな。ああ、ここから行きましょうか。まあ、ここ雑誌がね、若干立ち読みできたので、まあ、軽くしてきました。私が乗る列車が出るまであと1時間ぐらいですね。まあ、のんびり歩いていきましょう。はい、ちょっと暗くて見づらいですけども、ここも片側2車線あるんですね。まあ、さすが苫小牧。まあ、そのね、街の範囲も広いという感じですけども、やはりちょっとこれは夜なのが残念ですね。まあ、昼間のね、ちゃんと見える時に、この辺も歩きたかったですが、仕方がない。駅はまだまだですかね。はい、これは屋根付きの歩道橋、まあ、雪を防ぐためということでいいのかな。これは階段ではなくスロープなので、まあ、かなり、なんかね、まあ、ゆったりした作りというかね、もうちょっと無駄にもなってしまうが、はい、まあ、でもここを通る需要もあるということなんでしょう、きっと。私はまだまだ直進。はい、マックはこんなとこにもあるんですね。そしてこちらのスーパーはさすがに閉まってる。いや、22時、までですかね。今9時52分なので、まあ夜10時までであれば、まあこんな感じ。パセオ川沿いと書いてあるのかな。なんかそういう団地とかなんですかね、ここはね。適当にずっと歩いてきて、ここ左側なんか団地ですかね。アパートが並んでいるようなところで、こんなところにアパートの自由があるのか。まあ、苫小牧は一応工業都市だと思うのでね。まあなんか、その工場関連とかかもしれないですけどもね。まあそのね、苫小牧の街中へのアクセスもそんなに良くないと思うけども、でもバス停はさっきあったから実は、バス便が充実してたりするのかな、この辺は。まあ、ちゃんと時刻表とかね、見ればよかったですね。で、私はまだまだ直進。さっきの伝えから23分ぐらい歩いてますかね。ちょっと見づらいですけども、まあ、北洋大学行きというのが、まあ、毎時2、3本ぐらいあるんですかね。はい、そしてこの結構遅い時間だけども、自転車で通ってる人もいて、まあ、やはりというか、苫小牧市、まあ、人の動きは結構活発という感じですかね。で、今は、夜の10時8分で、私が10時44分までまだ30分以上あるけれども、まあ、なんかその辺を右なんですかね。はい、もうそんなに駅は遠くないはず。まあ、駅は座るとこぐらいはあるでしょう。真っ暗ですけど、ここ右側の公園みたいですね。なんかちょっと広い、広場みたいなのがあるのかな。そしてここは、幼児ゾーンよくわからないけども、なんか段差ある。もうちょい街灯が欲しいな。そのね、一部分だけ車が通れなくなっているみたいですね。はい。
で、私はまだまっすぐ行って、突き当たってどっちですかね。まあ、地図を見ればわかるか。はい、こんなただの住宅地に、片側2車線の道があるんですね。ということで、ここを、今左に曲がったところで、次のこの信号で右ですね。で、正面に糸駅があるみたいです。ということで、駅前まで来ましたね。ここ左側パチンコ屋ですか。なんか多いな。はい。結局ここまでツタヤからだから35分ぐらいかかったんですか。はい、ここ普通に、道ありましたね。ということで、あと20分ぐらい。まあ、おとなしくなってましょう。さすがにまあ、この時間は人はいない。時刻表がありそうですね。はい、これだ。はい、今下がってくださいと言われましたがね、ここちょっと忘れてましたけども、日本一長い直線区間でしたね。あの苫小牧駅の、前後でいいのかな、まあ、どっちかというと西側に長かった気がしますけどもね。だからもうちょっとある程度接近しちゃいましたけども、これ五線橋の上からだったらもう遥か遠くからのね、接近なんかも取れましたね。ちょっとそこまで頭が回らなかったわ。はい、そうずっとまっすぐなんだよな。まあもともと夜だからもう見えないか。はい、ということで、どのぐらい乗ってますかね、これはね。ちなみに先ほどね、なんかちょっと駅舎の方にこう渡っていった方がいたんですけども、まあただ渡っただけなのかな。まあ駅の関係者とかではないんでしょう、きっとね。はい、乗ってる人いますかね。もうちょい下がるか。これで来るのか分かってますか。はい、着きましたね。そして向こう、これ今最終の室蘭行き特急なんですかね。これ785ですよね。私が乗りたいけども、まあもうインターしちゃいそうなやつ。あ、そしてこれ H100、ここにもいるんですね。まずこっちを見送りますか。いや、いいなぁ。はい、そしてそう、これ、まあ、宗谷本線なんかにね、まあ、大量に投入されたのは知ってたんですけど、ここにもいたんですね。というか今年の3月にね、投入されたとさっき調べたらありましたね。では、出ますか。はい、この電光掲示板を見ても分かる通り、先ほどね、出ていたスズラン、これが、もう最終列車だったみたいですね。そして私は明日はね、まあ、朝そのスズランに乗ることもできなくはないんですけども、乗りたいのはこっちですね。岩見沢行き、この室蘭本線のね、あの札幌を通らずにこうショートカットするようなルートは使ったことがないので、まあ、そちらを優先。いや、スズラン乗った方がいいんかな。まあちょっとそっちにも惹かれるものがあるが、次私は、ここかな、この辺にね、ネットカフェがあるということで、歩いて23分ということですね。向かいましょう。はい、適当にね、この苫小牧駅の、南口かなで出て、ここに高齢者複合施設があるのか。へえ、面白い。まあ、線路に沿うような道をね、これは今東側に歩いてるのかな。まあ、適当にまっすぐ行ってカーブして右に行くような感じですかね。はい、まあ、適当に歩いてきて、ここは、線路くぐる道があるんですね。ガードがあって、片側2車線。はい。で、まあ、やっぱりここはそれなりに街なのでね、あのなんか雲が明るいですね、ちょっとね。はい。まあ、適当に歩いてきて、この辺にもこれ10何階建てかのね、マンションありますね。
で、これは線路沿いをまっすぐではなく右、斜め右の道が正解みたいですね。ここか、歩道は行きましょう。今こちらの交差点で左に曲がったところですね。まあ、ちょっと太い道というか、ここ向かった側2車線か。なんか多い、まあ、さすが北海道という感じですかね、この辺はね。まあ、土地が、それだけあるという。で、まあ、この辺は、まあ、この道が、まあ、ちょうど東西に伸びている感じで、国道36号は若干斜めなんですかね。まあ、そのね、36号と斜めに交わる、交差点のすぐ手前ぐらいに、ネットカフェがあるみたいです。こちらの道は国道276号のようですね。276、あれ、札幌にも続いてる道でしたっけ？それに275かな？わかんねえ。なんか274、275、276って確かみんな、なんかこの辺というかね、札幌近郊とかだった気がしますけども、そこで36号のね、交わるので、起点終点とかなのかもしれない。明日の朝通りますね、あっちはね。はい。で、ここを渡って、まあそのまま、まだまっすぐだけど、まあそんなに遠くはないと思います。はい、ありましたね。自由空間24時間年中無休。結構車止まってるけども、まあさすがにどこもいっぱいということはないと思うけど、まあ、まあ行ってみましょう。はい、おはようございます。こちらの自由空間出てきました。ここはもう国道36号線沿いですね。朝から車が多い。片側3車線やね、ここは。はい。で、現在朝の、7時半ぐらいで、ここから、その苫小牧に向かって歩くところですね。その苫小牧まで多分まあ30分ぐらいかかると思うんですけども、私が乗りたい列車まであと1時間以上あるので、まあその辺は余裕。まあ朝ごはんはでも、あんまりいらない気がするんだよな。まあコンビニで買って車内で食べるぐらいを考えてますけどもね。はい、そして雨ですね。あんまり雨の予報なかったと思うんだけどもな。まあ仕方がない。そんなにね、強い降りではないのでまあいいでしょう。昨日ね、ここ276号、まあもう一つ向こうの交差点を通ったんですけども、ここ終点と合いますね。この北海道はね、まあ、結構これが、あるんですけどもね、ちゃんと分かりやすく示してくれるのは本当に素晴らしい。そして四国湖24キロ、紀後別76キロはどの辺ですかね。距離的には、札幌までとあまり変わらないと思うんですが、ちょっとわからない。ちなみに、国道36号のね、この距離表示も出てますね。登別42キロ、室蘭68キロ。やっぱ室蘭は結構遠いですな。なんとなく苫小牧と室蘭ってちょっとね、なんか似てるというか、そういうイメージがありますけどもね。はい、ちょっと時間見てないですけど、まあ、適当に歩いてきて、この先が朝日町4丁目。でも、そうか、北海道の、書き方と違うのかもしれない。はい。で、左奥のあれが市役所ですかね。ちょっと水溜りが大きい。かな。まあ、この辺が町の中心といっても、でもなんか、あんまりこう、真ん中に集積しているという感じでもないかな。はい、ということで、これが苫小牧市役所ですね。なんか手前が、まあ、普通に建物があるけども、まあなんか、本館は奥の高いやつということでいいのかな。はい、市役所前。まあ、特になし。はい、まあここから曲がってもね、駅に行けるみたいですけども、もうちょいまっすぐ行きましょうかね。はい、先ほどの先の交差点を左に曲がって、こちらが正面玄関のようですね。はい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 。まあ向こうのね、大通りに面した方がなんか、便利という感じもしますけどもね。はい。では戻っていきますか。国道36号で右に曲がると苫小牧駅。まだ時間に余裕があるんでね、まあ最短ルートというかもうこれか。これで曲がる必要はないんですが、なんか商店街やアーケードとかがあるんだったらそれを通ってみたいんですけどもね。ちょっとわからない。まあやっぱここから行った方がいいかな。なんかそのね、面白い道みたいなのを選びたいんですが、ちょっとわからないですな。はい、さっきからちょっと先の交差点ですけども、ここから片側2車線になるみたいですね。まああんまり行き過ぎてもあれなんで、ここで曲がっちゃいましょうかね。先ほどの交差点で曲がってまっすぐ来てますけども、まあよくある地方都市の、まあね、まあ駅前に近い道としてはまあ普通。
一応苫小牧はね、まあそうだ、今日はあれちゃんと話そうと思ったけども言えてなかったな。人口17万ぐらいで、北海道で第4の都市なんですよね。そう、まあ札幌派、派じゃない、旭川、函館、まあこの3つは、割と有名だと思いますけども、まあ4番目となるとこの苫小牧なんですね。なんですけども、まあ、まあでも人口17万の町としたらまあこのぐらいか。はい。そう、まあなんかあんまあれだな、北海道の中ではね、まあ、割と頑張っている方だと思うんですけども、苫小牧は。ただなんかいまいちそのね、まあ駅前もまあこれから行きますけども、商業施設がなんかいくつかあったのがみんな潰れてしまったらしくてね、この駅前のにぎわいとしてはまあちょっと残念な感じなんですかね。はい、ここ割と駅に近いんですけどもね、なんか団地ですかね。そう、もうすぐその辺がね、もう駅前の、これは潰れたなんか昔の百貨店とかですかね、あるいは大英とかそういうやつかな。はい。王子製紙の株式会社、苫小牧工場があるんですね、ここにね。苫小牧駅600メートルはないような気がするけどもな。はい、なんか売り出し中みたいですけども、ちょっとこのね、もう錆びれてる感じでは厳しいような、なんか箱がでかすぎますかね、これはね。昔は賑わっていたんでしょうけどもね。はい、そしてもう正面、すぐそこがもう苫小牧駅ですね。はい、ということで、こちら苫小牧駅。そこのなんか新しいそうな建物が、まあ昨日ちょっとね、通った老人、複合施設みたいな。で、ここがその、なんかわかんないけども、笑顔とか言うんですかね、なんか使い道があればいいですけどもね。はい、では私はこれからね、室蘭本線に乗って岩見沢に向かいます。